そりゃスローフードだろう。スローフードなんてことを軽々しく語るようなやつは信用しない方がいいよ。でももう雇っちゃった。そんなら好きにしたらいい。一生庵はもうあんたの店だからね。あびょっけずらなあ。そうずら。うわ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 。じゃあね、お母さん今日ね原稿の締め切りでね編集者が来て待ってんだよ。急がないとね。でも今アワビって聞こえたよ。雪が降りそうだからみぞれ合いをやめにして風呂吹き大根にして。はい、承知でした。ありがとう。よし。あ、それ全部剥くんですか。手伝いましょうか。みぞれ合いをやめて風呂吹きになった。はい。チエリ、包丁自信あんだろ。大根の皮剥いてみろ。はい。つらむきも1006本も小学3年生でマスターしたっつーの。もういい。え、止め。はい。え、なんで。お前は健太に習ってお馬しやれ。お馬し。え、雑用係。それはつべこべ言わずに鍋見てろ。俺前の店では。黙れ。面取りしないんすか。あれ、隠し包丁もしないじゃないですか。煮立たせないように見張ってろ。5時間もあれば煮えるから。5時間沸かすなよ。え、煮干し丸ごと頭は取らないんすか。うちは煮干しの頭も取らないんです。手抜きしてんな。そんなん煮たらエグくなるっしょ。うちは煮ないんです。え、そのまま1日水につけておくと琥珀色になるんです。その上澄みだけを取ってそこで初めて火にかけます。ただし煮干しの鍋を絶対に揺らさないように。頭と綿取っときゃそんな手間かかんないっすけど。無駄口叩いてんじゃねえお前プラ。はい。ちょっと早く来てもらえよ。ダメだ。え、この大根はまかないに回せ。はい。え、ずっと見てたっすよ俺。風呂吹きやり直し。はい。ずっと見てたっしょ。こんばんは。いらっしゃいませ。木下さん、こんなお天気の中ようこそ。いやいや、毎日でも食べに行きたいくらいだ。ありがとうございます。どうぞ。月沼さん、急いで。はい。あ、ごめん。風呂吹き大根でございます。あ、いいね。いただきます。ありがとさんの心でもっていただきます。いただきます。よっちゃんの失敗のおかげで
大根さんがいただける。よっちゃん、あの、これのどこがいけなかったんですか？もう見りゃわかんだろ。もう角が崩れてんだから角が。お前がちゃんと見てねえからだ。でも普通大根煮るときは面取りしますよね。面取りしないで煮たら角が潰れるのは当たり前ですよね。だからその角が取れないようにそーっとそーっと煮るのが仕事なんだよ。なんでですか？面取りしたらそのクズはどこに行く？ゴミ箱。もったいない。え、それで面倒しないんですか？もったいないってことはケチってことじゃないんだよ、しぎりさん。うちはな、煮干しも丸ごと使うし大根も使い切る。それが料理の旨味を生かすってことだよ。もちろん面取りも立派な手間暇です。でもせっかく手間をかけるんだったら使い切る手間をかけましょう。骨董屋の珍品堂さんはそれが一生の思想だって。日本一のメッキって言われてるんですよ、珍品堂さんは。はね、ねえねえねえ、今夜は早く終わったからよっちゃんさんの歓迎会で一杯やりに行きましょう。行きます。よっちゃんさん、私らは明日早いんで。へえ。お。ゆりは久しぶりって。タイもお酒も大変結構。やだ。今日のイカがあってた。あのさ、おせんちゃん。うん。水桶買わない？うん。うひゃー、狭いっすねー。お前が来たから狭くなったんだろ。そうっすよね。他に部屋ねえのかな。あ、そうだ。ところでケンさん、給料っていくらもらってんの？嘘、給料の話聞いてないんすか？頼んで入れてもらったんだからさ、こっちのことは。うちは新人は5万です。5万？週5万、月5万ですよ。え、住み込みはお金借りませんから。おい、嘘だろ、なんかおかしくね？ケチなおかみだね。突然メニュー変えるのだって板長に失礼だよ。誰も文句言わないの？普通こんなディは板長が決めるもんっしょ。何起こってんすか？お前のその無神経さが頭くんだよ。黙って聞いてる。ベラ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 と。コミュニケーションでしょ、コミュニケーション。同じ部屋で暮らすんすから、これから。俺に殺されねえよ、重視な。何すかそれ。チャラチャラ指輪なんかしやがって。まだ言ってんすか？ちっちゃい。お前表出るか、お前。おせんさん、大丈夫ですか？あ、寝てる。水道ねえのかな。滑った。もういいや、もう寒い、もういいや。あ、荷物来た。まだ終わってね。すいません、これはどちらに？急がないとみんな戻ってきちゃうよ。返事！はい！あのガラスケースが問題なんだよ。ガラスケースですか？いいだろう。なあ、こんなガラスケースに入れてありがたがるもんじゃねえだろ。買った。あ、ちょっとすみません。ね、はい、石庵でございます。あ、おせんさん。またですか？よっちやん、よっちやん。
よっちゃんをやめていただけないかと。どうして？どうしても。ギャラリー花椿におせんさん迎えに行ってくれ。え？リアカーでね。リアカー？一緒番の江崎と申しますが。あんたが新入りのよっちゃんか。おかみさんお迎えに。静かにしな。あれは信楽だ。信楽だ。なんか割れてますけど、これっておいくらぐらいで？耳で聞くな、目で見ろ、ギュッと見ろ、ギュッと。これお願いします。200万？一目惚れしちゃったんだもん。って車買える値段ですけど。可愛がってやんなよ。やってんです。それじゃチンピーターさん、今晩またね。おあのおかみさんってよくああいうことをしてるんですか？おせんちゃんと一緒案はそれだけで一つの思想です。金とか欲とかの赤がついてね、うぶな思想です。あんたもそれを学びに来たんだろ。